カロタイプカロタイプは、イギリスの科学者、ウィリアム・ヘンリー・ホックス・タルボットが発明した写真技法である。ギリシア語のアルファ・ラムダから命名された。史上初のネガマイナスポジ法であり、複製が可能という点で、ダゲレオタイプには去っていた。製法は、食塩水につけて乾燥した後、硝酸銀溶液を、含浸させた紙を、観光材料とし、カメラオブスクラに入れて撮影し、 小産銀、作産、没色子産の混合溶液で現像、周囲カリウム溶液で定着して6センチメートル6センチメートルのネガティブ像を得るというものである。露光時間は晴天の屋外で1分程度であった。タルボットが撮影した写真の中で一番古い写真は1835年に別荘の書斎の窓から撮影されたもので、ロンドンのサイエンスミュージアムにある。 アルボットはこの原理を1835年8月に発明していたが製法を秘密にしており、ルイ・ジャックマンでダゲールがダゲレオタイプを発明し1839年に発表したのを聞いて急いで報告書をまとめ、写真発明の優先権を主張したが認められず、写真発明の名誉を取られる形となった。この時点では、明暗の会長が逆のネガティブ像であったが、 その後、ネガティブ像を複写することで、ポジティブ像を得ることに成功。ネガマイナスポジ法を完成させて1841年にイギリス特許を取得した。この方法の大きな利点は、複写により、ポジティブ像を得るので1枚のネガから何枚でも写真を作れることである。ポジティブ像を写真を作る際に紙を複写するので、繊維が映り込み、 ダゲレオタイプのようなシャープさはなかったが、絵画のようなマチエールを生かした写真が作られた。なお、フランスのイポリット・バヤールも1839年に、ほぼ同様の写真術を発明していたが、タルボット同様彼の発明が認められることはなかった。その後、改良が行われて、写真出版、写真看板が発明され、複製の画質が向上することになる。 ありがとうございます。